今日のお題はサーモンの緑あんかけです。すごいあんですねこれ。緑あんかけっていうとかなりインパクトがありますよね。で今回の料理のツボは鮮やかな彩りに仕上げるです。このサーモンのピンクと緑のあんがですね、とてもいいコントラストを生んだ、はい、なんか一品になっておりますね。盛り作ってるみたいな ね、 そうですね、ジオラマみたいな、ね、ジオラマみたいな、ね。いいですよ、緑はすごい、はい、上最後上にザクあしらえてもいいですか。薬島みたいですね。薬島をイメージしてじゃあ今日は行きたいと思います。はい、ではお願いします。はい、まずサーモンはですね、もう本当最低限の下味 で、はい、でそして野菜も素揚げにして色を生かしますんでね、はい、作っていきたいと思います。はい、まず、サーモンに下味をこれからつけていきます。はいはい、これは、ね、お酒です。お酒、はい、まあ、サーモン一口大にこれ切った状態ですね。はい、まず日本酒まぶします。で設楽さん、ここで問題です。早い、問題もう、はい、そうなんです。旨味をアップさせるためにここにあるものをまぶしていきます。旨味、はい、これ当ててほしいです、ね、当ててほしい、はい、当てましょう。はい、粉末の昆布茶、この粉末の昆布茶、はい、正解をお願いします。設楽さん大正解です。大正解、おめでとうございます。昆布茶です。やった、それが笠原の極み。やった、やった、嬉しい。昆布茶を混ぜて風味をプラスすべし、大正解です。ありがとうございます。これもね、長くやらせてもらってますから。ありがとうございます。ちょっと当たるようになってきましたよ。昆布茶はね、まあ、お茶で飲むだけではこう下味にしてもとてもいいと思います。この塩味とあと旨味がね、両方つけられますんで、なるほど、とてもいいアイテムだと思いますね。こんな感じで揉み込みますね。はい、でちょっと10分ほど置いて、はい、さらに味をなじませますね。じゃあちょっと休憩しましょうか。そうですね、差し替えをご用意しました。差し替えました。はい、はい、でこれ揚げていきたいと思います。片栗粉をまぶして揚げていきますね。片栗、はい、片栗粉、へ、結構たっぷりめにつけた方が美味しいと思いますね。 あんが絡んで。それは小麦粉やったりするし、片栗粉やったりする、使い分けはどういう風にしたいんですか。イメージはですね、はい、カリッとさせたいときは僕は小麦粉かなんですね。なんかサクサクとした感じは片栗粉かなと。カリッとサクサク、カリッとサクサクですね。いや今回はサクサクだ、ちょっとサクサク感を出したい。ね、でこれ揚げていきますね。はい、170度の油で揚げていきます。はい、このまま3分ほど揚げていきます。うん、焼いています。うん、サーモン揚げていますがいかがでしょうか。はい、もうちょっとですね、もうちょっと揚げていきたいと思います。ね、うん、したらここですね、一緒にこのズッキーニとアスパラですね。ズッキーニアスパラ、はい、これももう素揚げしたいと思います。ね、なるほど。ズッキーニ、アスパラ、私は素揚げが一番美味しいと思いますね。はい、なるほど。ズッキーニってパッと見たらキュウリですけど、カボチャなんですよね。あ、そうですね、カボチャの仲間ですね。へ、料理の仕方はカボチャなんです。へぇ、あれ、リンゴさん、すごいですね。ですよ。誰、ありがとう。ちょっとアップきついよ。はい、じゃあこの揚げている間に上にかけるあんをかけてですね、はい、緑あんで、はい、これじゃあカツオと昆布のお出汁ですね。はい、まず調味料が薄口醤油、はい、みりんを入れますね。はい、でまずこれにとろみをつけてしまいます。あ、とろみは、はい、先にとろみをつけた方がいいですね。ではとろみをつけていきます。はい、とろみをつけたところですね。はい、今日こちらのですね、まず枝豆ですね。はい、茹でて皮も炒めます。はい、あとこれがですね、刻んだオクラです。オクラですか。はい、そうなんです。それが笠原の極み。枝豆とオクラで食感の違いを出す、嬉しい。今日もあの緑あんかけって言ってますから、はい、もう緑のお野菜も勢ぞろいで。そうですね。はい、まず枝豆ですね。そしてオクラ。はい、もうなんかこのあんをご飯にかけるだけでもね。いやいや、それでも美味しいですね。あのご飯にかけたりお蕎麦にかけたりとかね、いろいろ使えるあんですね。オクラはこれぐらいまで小さくした方がいいんですか。そうですね、オクラはね、こうするとあんにこう馴染んで、さらにでオクラでさらにあんにとろみがついてですね、はいはいはい、とても食べやすくなりますのでね。はい、まあ、こんな感じで全体が散ったらもうこれあんは完成です。はい、はい、これであん完成です。はい、では揚げているものたちはいかがですか。さあ、こちらもちょうどいいぐらいですね。はい、ちょうどいいぐらいです。ちょうどいいですね。ちょっとね、こう色づいて、はい、何だけ違います。緑
美味しそうですね。もう下味がついてますから、もうこれだけでサーモン食べてもね、美味しい、美味しいですね。お弁当とかに入れてもいいと思いますね。それに塩かけたやつコンビニで売ってほしいわ。唐揚げくんばっかりじゃないですか。魚の鮭くんもあっていいと思うんですよね。鮭くん、あの、確かに言っときますね。白身魚のフライとかあったらいいですね。たまにね、チラチラあったりするんですけど。エビカツあるとかありますね。鮭くんないかな。鮭くんトップバリューのコイン入れてる、そうですね、イオンさん。鮭くん、僕の意見がイオンあるし、あ、大事ですけどね、それ。ちょっと OB しちゃいます。OB しちゃって。OB しちゃいます。ありがとうございます。じゃあここに当たらへんよね。を開けたいと思います。はい、そっか、そ、このアスパラとズッキーニはあんではなかったんだ。そうですね、これはもう素揚げして、でここにこの緑のあんをかけることによってもいいですね。うわ、美味しそうな香り。 BGM はグリーングリーンを流して。なるほどね、グリーングリーン、はい、話みたいな。すみません。はい、じゃあこんな感じでどうでしょうか。はい、これでサーモンの緑あんかけ完成です。ではお待ちください。美味しそう。うわ、でもこれは熱々。はい、設楽さん本当に熱いと思いますので。これ熱いですね。ちょっとお気をつけて召し上がりください。綺麗ですね、このグリーン。美味しい。美味しいですか。美味しいです。これやっぱさ、あんやばい、あん美味しいですよね。しっかりやっぱ出汁ね、効いてるから。いや、このあんめっちゃほんま美味しい。俺にかけてほしい。いや、怒る。何してんねんって言うぞ。冷めたやつ、冷めたやつ。いかがでしょうか。美味しい。いい味。あ、やっぱりあの昆布茶が効いてる、うんうん、味がしっかりしてますよね。うんうん、リンゴさんいかがでしょうか。お野菜がすごいいっぱい取れて美味しい。うんうんうん、素揚げ美味しいですね。いいですね。うん、栄養満点ですよね。はい、皆さんもぜひ今晩作ってみてください。笠原さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。よかった。ありがとうございます。今日ご紹介したお料理の詳しい作り方はエッセ7月号の200ページに掲載しています。お申し込みはフリーコール 0120-88-7560、 おかけ間違いのないようにお願いいたします。